多国籍軍監視団は、エジプトの市内半島における、エジプト軍とイスラエル軍の停戦監視を任務とする多国籍軍。日本のメディアにおいては、市内半島中流多国籍軍監視団との名称も用いられている。1979年3月26日の、エジプトイスラエル平和条約付属の魔法、設立議定書に基づき設立された。 1978年9月17日にアメリカのジミー・カーター大統領仲介のもとエジプトとイスラエルが署名したキャンプ・デイビッド合意においてイスラエルがエジプトとの平和条約締結のほか市内半島のエジプトへの返還にも合意し1979年3月26日にエジプト・イスラエル平和条約が締結された平和条約付属書愛には国連に 条約の履行監視のための部隊派遣が明記されており、エジプトとイスラエルから国連平和維持軍の派遣要請がなされた。市内半島には1973年から第2次国際連合緊急軍が活動していたものの、平和条約締結に伴って活動終了し、国連はユネフ2に代わる平和維持軍創設の検討を始めた。 しかし、1981年5月18日の国連安全保障理事会において、シリアの要請で拒否権を持つソビエト連邦が反対したため実現には至らなかった。平和条約付属書愛には、国連が平和維持軍の派遣を行えない場合、アメリカが代替となる多国籍軍創設に必要な措置を取ることが明記されており、アメリカはエジプト及び、 イスラエルと多国籍軍創設に向けて協議を開始1981年8月3日に平和条約付属の魔法設立議定書に調印され多国籍軍艦師団が設立された多国籍軍艦師団の使命はエジプトイスラエル平和条約の安全保障条項の履行を監督しその条項違反がないよう最大限の努力を払うことである この使命を遂行するため、魔法には、市内半島の兵力制限区域内の市位地区と、国際的な国境線における国境検問所及び監視所の運営、偵察パトロールの実施、ラン海峡における海上航行の自由の確保、月2回以上の安全保障条項履行の検証、また、当時国の要請に応じて48時間以内に、 平和上や栗港の検証などの任務を遂行している。多国籍軍艦師団は事務局長を代表とする司令本部をイタリアのローマに置き、イスラエルのテルアビブとエジプトのカイロに現地事務所を設置している。市内半島に展開する現地活動部隊はシャルムエルシェイクの南キャンプに現地司令部を設置し、以下の部隊で構成される。2017年10月現在、 多国籍軍艦士団には12カ国から約1163名が参加している。日本は1988年から多国籍軍艦士団への財政支援を行っており、拠出金額は平成30年度予算額で約490億円となっている。人員の派遣は言ってこなかったが、2019年1月22日に、 魔法から司令部要員の派遣要請があったことを日本政府が発表。同年2月28日の菅義偉官房長官記者会見において自衛官2名の派遣の準備を進めるという発言があり、防衛省も同日他国籍部隊監視団への派遣にかかる準備に関する防衛大臣指示を発出し、派遣要員候補者の選出や、 現地調査等の情報収集等の措置を講じて、派遣準備を進めていくこととなった。防衛省は、同年4月22日に司令部要員として、陸上自衛官2名の派遣を発表した。市内半島兵力制限区域、エジプトイスラエル平和条約付属所愛の2条において、市内半島に、兵力制限区域が設けられ、エジプトとイスラエルは、 駐留可能な兵力と活動地域に制限が加えられた。C 地区には多国籍軍艦師団の活動拠点が2カ所設置されており、北キャンプはアリーシから南東に37キロメートル離れたエルゴーラにあり、南キャンプはシャルムエルシェイクにある。また、C 地区内の各所に30カ所の小規模監視所と赤場湾に浮かぶチラン島に遠隔監視所が設置されているほか、 6カ所の無人遠隔監視所と5カ所のカメラチェックポイント7カ所の無人通信施設も C 地区内に設置されている C 地区は北部と南部の2つのセクターに細分化されており北部セクターはフィジー不評大隊が担当し国境検問所5カ所監視所4カ所仮設監視所2カ所を運営する南部セクターはアメリカ不評大隊が担当し 国境検問所も箇所、監視所の区箇所を運営する。ありがとうございます。